アイトーリアアイトーリアは、古代ギリシアの地方の一つ。コリンティアコス湾北岸の山岳地方を指し、現代のエトリアイコールアカルナニア県の東部にあたる。超音を省いて、アイトリアとも表記される。ラテン語では、アエトリア、現代ギリシャ語では、エトリアと呼ばれる。アケロース川を挟んで西に、アカルナニアがあり、北には、イピロスとテッサリア。 東には、西ロクリス、南には、コリンティアコスワンがある。古代のアイトーリアは二つの地域に分けられた。アケロース川からエウエノス川のカリュドンまでの西部を、オールドエトリア、カリュドンから西ロクリスまでの東部を、ニューエトリアと呼ぶ。国土は、沿岸部は、平地で肥沃だが、山岳部は農業に適さず、野獣が多く、ギリシア神話では、カリュドンの、 イノシシ狩りの舞台として有名である。最初はクレテス人やレレゲス人として知られる人々が居住していたが、名祖となったアイトーロスに率いられたギリシャ人がエイリスから植民した。ハリカルナッソスのディオニュシオスはアイトーリア人の古名をクレテス人、ロクリス人の古名をレグレス人としている。アイトーリア人はトワース王の指揮のもとトロイア戦争に参加した。 アイトーリア人は、早い時代にアイトーリア同盟を結成し、それはすぐに強力な軍事同盟になった。もともとはピリッポス2世の統治期に、アイトーリア諸都市が、相互の利益と防衛のために作ったものだったが、マケドニア王国並びに赤屋同盟に匹敵するものに変わった。アイトーリア同盟は、当時作られた政治的組織の中でも目覚ましいものの一つであった。 赤谷同盟と異なり、同盟都市間で派遣をめぐっての不和があったが、アイトーリアに民主主義を認め、年2回、競技大会と同時に会議が催され、多くの市民が参加した。アイトーリア同盟は、共和制ローマに対抗して、アンティオコス3世の側につき、紀元前189年、アンティオコス3世がローマに破れると、ローマの支配下に置かれた。 紀元前146年のルキウス・ムンミウスのアカイア征服の後、アイトーリアはローマのアカイア族州の一部となった。中世にはアイトーリアは東ローマ帝国の一部となり、それから支配権はオスマン帝国に引き継がれた。しかし、植民地化の失敗後、トルコは奴隷と資源を奪ってアイトーリアを去った。ありがとうございます。